こんにちは、きんぴらごぼうでございます。今日は5月5日の寿司のぼりを作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。そしたらまず酢飯を作ります。お米を1キロ使います。白砂糖を使います。お酢を使います。お塩を使います。そしたらまず寿司酢を作ります。お酢を 100cc 用意します。お砂糖を大さじ1入れます。お塩を小さじ4分の1入れます。よくかき混ぜます。お砂糖が溶けるまでかき回しておきます。お米を1キロ用意します。お酢を少しずつ入れて混ぜていきます。じゃあお酢を入れます。ちょうど4倍に混ざりました。そしたら濡らした布巾をかけて酢飯を冷ましておきます。油適量を使います。今日使う材料は概要欄にも詳細を載せておきますので、よかったらそちらも参考にしてくださいね。そしたら錦糸卵を作ります。卵を3個割ります。お砂糖を小さじ1入れます。お塩を1つまみ入れます。かき混ぜます。油を適量入れます。よくかけます。そしたら錦糸卵を切ります。錦糸卵は一旦お皿に乗せておきます。そしたら洗ったきゅうりを切っていきます。輪切りに薄く切ります。はい、切りました。そしたらゆで卵を2個茹でます。ゆで卵は沸騰したお湯に10分間茹でます。そしたら火を止めます。これを水で冷やしておきます。アスパラはフライパンで茹でます。水を浅く張ってください。火をつけます。そしたらアスパラ4本を1分半茹でます。ちょっとアスパラ長くて入らないので少し切ります。ゆで卵をむきます。そしたら薄く切ります。いい感じにうざってますね。薄く切ります。はい、鯉の目玉ができました。そしたら大きなお皿にアスパラを1個入れます。はい、ご飯を乗せていきます。そしたらネギトロを 300g 用意したので、これを4分の1ぐらい使って鯉の顔の部分に乗せます。はい、ネギトロはこんな感じに乗せました。次は錦糸卵を乗せます。そしたらこの上にきゅうりを乗せます。そしたら刺身用のサーモン 200g 切ります。はい、切れました。サーモンを乗せていきます。美味しそうですね。だいぶできてきましたね。はい、こんな感じで乗っかりました。そしたら目の部分に卵を乗せます。毛の部分に白身を乗せます。はい、こんな感じになりました。そしたら焼き海苔を使って鯉のぼりの黒身の部分をハサミで切ります。はい、こんな感じに切ったのでこれをのせます。はい、鯉のぼり完成しました。結構上手にできたと思います。そしたら1匹完成しましたので、もう1匹作りたいと思います。2匹目作るぞ。おー、はい、そしたらアスパラ置きます。あ、ちょうど4倍ね。
はい、そしたらサーモンをのせます。卵をのせます。はい、そしたらこの上にサーモンをのせます。そしたら尻尾の部分に刺身用のエビをのせます。すごい鮮やかですね。はい、エビがこんな感じに乗りました。そしたらこの隙間にネギトロを塗っていきます。ご飯が見えなくしていきます。そしたら鯉の目玉をつけます。そしたら棒のところに丸いのを乗せます。海苔で黒目を作ります。黒目を乗せます。はい、出来上がりました。鮮やかですね。美味しそうですね。この尻尾の部分のエビが本当に泳いでいるみたいですね。はい、こんな感じで出来上がりました。2匹上手にできました。そしたら早速食べていきたいと思います。そしたらマグロの部分から食べちゃおうかな。ちょっと卵乗っけようかな。そしたらお醤油をかけます。そしたらいただきます。おいしい。ネギトロがトロトロでとっても上手にできました。卵を食べます。味付けがちょうどよくできました。そしたらあと何食べようかな。ネギトロも最高に美味しいですよ。そしたら私はエビが好きなのでエビの部分を食べようかな。そしたらエビいただきます。おいしいエビ。酢飯もちょうど4倍にできてこのエビととってもよく合ってます。プリップリで美味しいですね。今日は5月5日の子どもの日、寿司のぼりを作ってみました。いかがだったでしょうか。皆さんもよかったら作ってみてくださいね。この動画がもしよければ評価グッドボタンをぜひぜひお願いいたします。このきんぴらごぼうキッチンのチャンネル登録もぜひ、その他きんぴらごぼう SNS もやってますので説明欄からフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではきんぴらじゃんけんタイム。きんきんぴらぴらじゃんけんグー。バイバイ。